ピーター・ムーアは、英国出身の経営者である。現在は、世界最大のサードパーティーである、米国エレクトロニックアーツのスポーツ部門の社長である。マイクロソフトのゲーム機部門である、インタラクティブエンターテイメントビジネスの副社長時代に、ヘイローニアグランドセフトオート4の入れ墨を入れたことで有名な、人物。現在は、世界最大のサードパーティーである、 米国 EA のスポーツ部門 EA スポーツの最高責任者を務め2012年同社の現 COO に就任した XBOX360 の北米における成功の立役者であるヘイロー2の右腕の入れ墨は針で掘ったわけではないともまだ残っているとも言われるグランドセフトオート4の入れ墨が掘ったものかは不明であるマイクロソフト時代 Xbox 360は、なぜ日本で売れないのかというファミ通の質問に、その理由は逆に聞きたい。本体の価格は、寝頃で、Xbox ライブの評価も高い。ハードの魅力を高めるべく、一生懸命努力をしている。MS のポジショニングが悪いのか、ファンに、MS が嫌われているのか、と述べた。PS3 の価格が600ドルだった頃の話だが、 プレイステーション3よりも、Wii を高く評価しているとも言われた。2008年2月15日、ベージー・エ・メ・ト・ラ・イ・レ・ウ・エ・ス・ドット・のインタビューでカジュアルなスポーツゲームに力を入れる。方針を表明、今後6ヶ月で、いろいろと発表があるだろうと述べている。1955年、英国リバプール生まれ。英国キール大学で学士号。 カリフォルニア州立大学で修士号を取得。フランス企業の米国法人、パトリック USA に勤務後、ドリームキャストを展開していたセガに転職。プラットフォーム事業の運営に慣れていない同社の北米部門にあって主導的役割を果たした。セガ退職時の役職は、セガアメリカの最高執行責任者。 2003年、XBOX 事業の北米市場シェアが23%と低迷していたため、マイクロソフトの CEO スティーブ・バルマーが、ドリームキャストの運営に手腕を発揮したムーア氏をヘッドハントした。ハロニーやグランドセフトオート4の入れ墨を右腕に入れたことで有名になった。2007年7月17日、EA はムーア氏の採用を発表した。 家族との生活を優先するため、サンフランシスコアンガンでの勤務を希望し、EA 側もこれを受諾。現在は、スポーツ部門を統括する。ピーター・ムーアーズ・タトゥー、イエス・ザット、ヘイロー・タトゥー・イズ・レア・ハット、マイクロソフト、ピーター・ムーアー氏に聞く。XBOX360 の値下げは考えていない。動画追加、ファミツー・ドット・コム・ハット・ピーター・ムーア・シューツ。 The Breeze at E3 コンシューマーズキャンゲットボース The Wii and Xbox 364 The Same Price Of A PlayStation 3 GTTV ハットムーアズオーハットオファーレターありがとうございます